皆様こんばんは。お酒の塾長でーす。この度はご覧いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯341杯目になります。今回は日本酒でーす。奈良県の銘柄、そしてこの時期に、飲みたいお酒ですね。早速飲んでいきましょう。お酒の種類は清酒、純米吟醸、山灰、銘柄しのみね、おまち、純米吟醸、山灰、秋色、生酒、長鳥、生原酒。原産地奈良県五瀬、酒造所千代酒造。アルコール分16度、原料米赤岩産お町全量使用、精米部合 60% になります。金額は1650円で購入をさせていただきました。奈良県県内には約28カ所ぐらいの酒蔵があるんですけど、その中の、中部に位置する五瀬という地がありますね。五瀬っていうのはね、奈良盆地の西南端に位置するところで、西には葛城山、金剛山っていうね山がそびえ立つところで、大阪ともね隣接してるんですよね。南河内郡千早赤坂村に、隣り合わせになってるというね、そういう立地なんですね。で、五瀬っていうのはね、葛城山がありますので、ロープウェイですね、そこでね、窓口といいますかね、そのような、場所になっておりますね。その五瀬にはね3箇所ね酒蔵あるんですけど、その一つが今回の篠峰、そして代表銘柄クジラを醸す千代酒造さんになります。日本酒発祥の地と言われている、それがね、奈良なんですね。その奈良盆地の南西に位置する五瀬。ということで、とても小さな酒蔵ですっていう風にね、おっしゃってありますね。日本酒本来の姿である純米酒にこだわられてまして、時間と手間をかけて風土を醸した酒造り。ということでね、一生懸命作られてる蔵ですよね。で、篠峰っていうのはですね、このね、千代酒造さんの蔵のすぐ西にそびえる葛城山の別称なんですね。その昔はね、葛城山ではなく篠峰っていう名前で呼ばれてた時期があったみたいですね。ということはね、こちらの酒蔵の仕込み水っていうのはですね、この葛城山の伏流水を、自分たちの井戸から汲み出してですね、そのまま使用してるっていうことなんですね。で、篠峰っていう銘柄はですね、米の品種の違いによる味わいの変化を生かすためにっていうことでですね、山田錦を筆頭としてね、あとお町とかですね、今回お町ですね、様々なね、酒米を使ってるっていうね、そういう銘柄ですよね。それで今回はですね、生酒ですね。生酒っていうのはですね、何かというと、清酒っていうのはデリケート、日本酒っていうのはデリケートなんで、一般的にはですね、保存を効かす、および流通性を効かすためにですね、低温加熱殺菌っていうのを実施するんですね。まあ、それによって保存性と耐久性をね、もたらされるんですけど、そのことを火入れっていうんですね。で、火入れっていうのはね、日本酒作った後のですね、貯蔵前と瓶詰め前の2回実施されることが一般的なんですね。そして、その処理の方法によってですね、生という表記のね、分類が変わるんですね。表記が変わる。どうなるかというと、まず生っていう表記がない銘柄、これはですね、2回とも火入れを実施してるっていうことですね。貯蔵前と瓶詰め前の2回とも、火入れを実施、もうこれが圧倒的に多いですね。で、その次はですね、生貯蔵酒っていうのはですね、瓶詰め前の火入れを1回実施、そうすると生貯蔵酒っていうね、記載ができると。さらに、生詰め酒っていうのもあってね、これはですね、貯蔵前の火入れを1回実施する。これが生詰め酒と表記される。そして、今回のお酒ですね、
生酒火入れを一回も実施してない、それがね生酒なんですね。でね、あの生酒じゃあ何がいいかというとですね、非常にね出来たてのそのままの感触テクスチャーが味わえますので、炭酸感が非常にするっていうね、そういうね経験が多いですよね。あのスパークリングとかいう意味ではなくてですね、飲んだらパワフル、しかしそのパワフルが心地よい、そしてですね火入れをしていませんので、いろんなね酵素とかがですね活性化されてるっていうことですので、より深みのある重厚な感じっていうね主質が多いのかなというふうに思いますよね。まあこれはね銘柄によって千差万別なんで一般的には言えないんですけどね、それがね生酒の特徴かなっていうふうに私は思ってますが、この篠宮ねどんな感じか飲んでいきましょうね。オープンしていきます。いいですね、篠宮お待ち純米吟醸。そしてここですね、秋色生原酒。この秋色っていうね表記いいですよね。一般的にはねよく秋上がりとかね秋晴れとか、あと冷やおろしっていうのが多いと思うんですけど、これは秋色っていう表現、これ私も知らなかったんですけど、いいですねこういう表現ね。生原酒なんで、先ほど申し上げた火入れはしてない、そして原酒、加水をしてないっていうことですね。そういうスペックで、純米吟醸は精米部合が 60% 以下、さらに、醸造アルコールを入れてないっていうことでですね、この表記ができます。で、あとヤマハイって書いてますね。これねヤマハイっていうのはいわゆる乳酸の入れる方法によって、表記が変わるものですね。日本酒の酵母っていうのはですね、なんていうのか、デリケートなんで、すぐにね他の良くない微生物たちにやられてしまうんで、その強力な仲間として、乳酸っていうのがですね、どうしても必要になるんですよね。乳酸と、日本酒の酵母っていうのは非常にね相性がいい。で、乳酸によって pH、水素イオン濃度が酸性になるんで、その酸性の環境っていうのは他のねよろしくない微生物たちにはダメな環境っていうかね、淘汰されてしまう環境なんですね。しかし日本酒の酵母は強いですので、酸性の環境、いわゆる乳酸の環境っていうのがどうしても必要なんですね。日本酒は乳酸が必要。で、一般的にはですね、乳酸をそのままね、ドボドボ入れる即醸元っていうのが一般的約9割なんですけど、中にはですね、今回のようにですね、乳酸菌、微生物の乳酸菌を、生かしてですね、乳酸菌が作り出す乳酸で仕込んでるっていうのがあるんですよね。それを肝元作りって言うんですけど、その肝元作りの一つの作り方、それがヤマハイ元ということなんですね。略称ですね、山おろし廃止元。山おろしっていうね、そういう米を貝ですりつぶす作業をちょっと廃止したので、ヤマハイって言われるんですね。まあそういうね作り方をしてるっていうことがこのヤマハイでして、これをすることによって銘柄にもよるんですけど、よりねなんていうのかな、乳酸菌が活躍してますので、旨味とかですね主質が複雑になる、そういう風なね、ものが多いのかなっていう風に思いますが、こういうものは飲んでみないとわからないっていうのが私の意見ですね。オープンしていきます。常温です。まあ実はオープンしていきますって言ってもね、あれなんですよ、冷やと反応するためにですね、もうちょっと取り分けてるんでね、これは初めてオープンするんじゃないんですよね。常温をいただいていきましょう。そうですね、淡い薄いグリーンの透明、淡いイエローっていう感じがしますね。香りはどうでしょうか。そうですね、さっき申し上げた乳酸の香りですね。ミルキーですわ。ヨーグルトのようですわ。ココナッツのよう。あとね、当然ながらイチゴは入ってないけど、イチゴミルクみたいな。ミルクがいる。で、フレッシュフルーツな感じ。これも生酒の特徴ですね。火入れをしてないのでですね、フルーティーな感じがする。あ、そうか。あと、純米吟醸、そうか。精米部合が少ないので、少ない方になるのでですね、より、すっきり爽快フルーティーな香りになる傾向がありますね。うん、しかしミルク系とそのフルーツ系がうまく相まみったようなですね、ものすごい美味しそうな匂いでしますね。
口に含んでいきましょう。あー、いいですね。多少のね、生酒特有のガス感っていうのが少し感じられてですね、旨味がありますね。ドーンときますわ。で、甘み酸味がね、適度にね、心地よくね、登場してですね、で、あとは旨味がさっと流れていくって感じですかね。喉の奥にはですね、心地よい苦味もありますね。で、全体的にはですね、非常にバランスの取れたような脂質。これ面白いのがですね、原酒でアルコール度数16度っていうのがいいですよね。最近そういう作り多いような気しますよね。私これ結構気に入ってるんですよね。本当原酒って言ったらもうちょっとアルコール度数が高い。でね、あえてそれをですね、アルコール度数16度に抑えて原酒を作るっていうね、そういう作り方、そういう酒って私結構好きなんですね。非常に納得できますよね。適度のアルコール感。しかしこれはどんどん飲み続けていくと、知らない間に一本空いてて、ヘベレケになるような。しかし、いいですよね。忍びに久しぶりにね、飲みましたけど、うまいですよね。続いて、冷蔵庫に入れてた、冷温保存のものをいただいていきましょう。こんな感じでーす。失礼いたします。香りを取っていきます。うん、やはり先ほどのね、常温と当然ながら似てるんですけど、よりお米感、甘がゆ感、なんていうのかな、甘酒感みたいな感じがすっきりしたような感じですね。ミルクがゆがすっきりしたような爽快になった感じです。でですね、フレッシュフルーツな感じもあったんですけど、ちょっときなり果実的にちょっと重くなったような香りになる、そんな印象です。冷温保存を飲んでいきます。あ、これもいいね。すっきりだけどやっぱ旨味があるわ。これ甘み酸味、そして練れた苦味が混然一体となって控えめに出てるんですけど、最後に登場するのは旨味ですね。旨味ってね、これが旨味だっていう味わいってなかなか感じづらいと思うんですけど、このなんていうのかな、フラットな感じ、喉がよりモイスチャーを感じる、保湿を感じるような感じっていうんですかね。でね、次々飲めそうな、そんな、印象も持つ。それがね、私、旨味っていうことかなっていうふうにいつも思ってるんですけど、これはいいですね。旨味っていうのはアミノ酸がね、やっぱり主体だと思うんですが、食事もアミノ酸が多いもの美味しいですよね。だから間違いなく食中酒っていうのはもう間違いないね。まあこれ季節が秋やっていうのもあるんですけど、両方美味しいね。常温でも、軽く冷やしてもちょうどいいような感じですね。まあ今日の気温やったらね、外も雨降ってることですしね、この秋の夜長の雨っていうんですかね、その時にね、この秋色生原酒常温で飲む、そして軽く冷やで飲むっていうのは、なんだろう、趣があっていいですよね。はい、では最後ですね、ぬる燗を楽しんでいきましょう。失礼いたします。よくね、酒屋さん、居酒屋さんとか行ったらね、生酒ぬる燗にするって言ったら、生酒は冷やで飲むものだからできませんよっていうね、お店たまにあるんですけど、生酒は生酒でね、燗にしたらまた変わるものもあるんですよ。それをね、私いつも言ってるんですけどね、こういうのはやっぱりね、日本酒はね、試してみないとわからない。もっと言うと、お酒っていうのは試して飲んでみないと本当のねところはわからないっていうのが私の持論ですので、ぬる燗にしてみました。どうでしょうか。いただきます。うん、香りはやっぱりですね、先ほどのミルクがゆ系統なんですけど、もっと私ね、濃い濃厚なミルクプンプンするような香りになるのかなっていうふうに推測したんですけど、意外に落ち着いてる感じで、ベジタブル、野菜のような、場合によってはですね、ピーマンとかですね、パプリカ、うん、いい意味、なんだろう、大人の思考の苦味を感じるような、香りっていうのを今捉えてますね。いいと思いますね。飲んでいきます。おお、あれですわ、ドライになりましたね。ドライ、
いい意味ね、それはあれですわ、いやらしいドライじゃなくて、うまみと全体の味のバランスが均一になったようなね、そんなドライさですね。これうまいですね。何杯でもいけそうですわ。いわゆる飲み飽きないぬる燗ですね。非常に納得できる酒質です。今夜もね、素敵な日本酒に出会うことができて、ほろ酔いになってですね、この夜も楽しみです。では今夜は忍峰お町純米吟醸山杯秋色生酒中取り生原酒で乾杯。